ピークオートモティブは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、電気自動車メーカーである。2017年8月に、レアスター・クラジシックとアントン・ピエヒによって設立された。フォルクスワーゲングループの元 CEO で、フェルディナンド・ポルシェの孫にあたるフェルディナンド・ピエヒの息子、アントン・ピエヒが、インダストリアルデザイナーのレアスター・クラジシックと共に、スイスの電気自動車メーカーピークオートモティブを、 設立した。ピークオートモティブは、その最初のモデルとなる GT Mark Zero を2019年、ジュネーブモーターショーで発表した。ピークオートモティブのエンジニアリングにおける特徴は、そのモジュラーコンセプトにある。これにより、車両の構造とボディをそのままに保ちつつ、交換可能なパワートレインの開発と技術進歩に合わせて、ソフトウェアとハードウェアコンポーネントを、 最新の状態に保つことができる。車両コンセプトはすべて外部パートナーとの協力によるディーン生産方式を念頭に置いて設計されており、車内の生産における垂直型統合は不要となっている。ピークマーク 0GT 最初のスケッチが2017年まで遡るピークマーク 0GT は2019年3月5日に開催されたジュネーブモーターショーにおいて、 コンセプトカーとして発表された。この車は現代的なスタイルの2シータークーペである。最初のモデルは2022年に電動モーターとリアークするまで伸びる中央のトンネルに配置されるバッテリーを備えた1 8 0 0ラムの車両として供給される予定である。マークゼロはそのモジュラープラットフォームによって来年期間ハイブリッド 燃料電池のパワートレインに対応可能であり、第2フェーズにおける SUV やピークセダンにも使用される予定である。マークゼロはフロントアクスルに搭載された 150kW の非同期電動モーターとリアアクスルに搭載された2つの独立したそれぞれ 150kW の同期電動モーターの計算機の電気モーターを装備し、総出力は 600HP となる。 その革新的なバッテリーは 380kW の高速充電ターミナルにおいてわずか4分40秒で80%まで充電可能となっており、これは 500km の走行距離に相当する。この新しい車両コンセプトのデザインに関しては肯定的な評価が主となった。例えば BMW MGMBH における スポーツカーの元開発者であるクラウス・シュミットは、このデザインを、ユニークであると述べている。シール・ボン・リチャード・ピーク・マーク・ゼロ、ユヌ・サプルカーエラクトリック・リアライジー・パールル・フィースで、フェルディナンド・ピーク、4LEGEND.com、2019年2月20日閲覧。ピーク・バウト・エーゲネン・スポート・ワガン、オートバイルド、2019年4月9日閲覧。 ピークオートモティブストテッドインゲンフリーヒ2019年2月20日、閲覧。ABCDE 本面、マリオ、ピークオートモティブストテッドインゲンフリーヒ。ウトモビールストリ、2019年4月9日、閲覧。ピークマークゼロエレクトリック、スポーツカーコンセプトリビールド。DRIVINGELECTRIC.com。2019年4月9日、閲覧。 ABCD アーブリッジ、マーカス、ピークオートモティブフォアウフトリットミッドナラフェクト。オートマビールウォッシュ、2019年4月9日、閲覧。ABCDE、ワービツク、コラ、ピークオートモティブゼットストバイマークゼロアウフネウエン、ゼルティップ。ELECTRIVE.NET、2019年4月9日、閲覧。a b c デックウリ。 ノイアスポートワーガンミットグロッシサムナメン。オートハウス、2019年4月9日閲覧。エクスクロージーバーフォトス、アタックアウフポルシェ、エイピークバウトイエッツアレクトロスポートワーガン。ビルト、で、2019年4月10日閲覧。アントンピーク、ワズデアユレンクル、フォンフェルディナンドポルシェミットセナーオートマーカーボーハット。 www.handelsblatt.com2019 年4月10日閲覧グレゴワール・フーブリンサロン・オート・デ・ゲネベイマーク・ジロラ・スポーティブ・エラクトリック・クイッセリ・チャージ・ EN5 ・ミニッツ CLUBIC.com2019 年2月20日閲覧ピーク・マーク・ゼロユヌ・ GT ・エラクトリック・プロマチューズ2019年2月20日閲覧 ロペス、ジョナサン、エーニューオール、エレクトリックパフォーマンススターライジズインチューリッヒ、topspeed.com2019 年4月9日閲覧。フィリップベッター、https www. ベルトで、ビショフト、プラス1億9029万7463ピークソーンマクトポルシェミットエーゲネン。 スポートワガンコンクレンズ、HTML ダイベルトジャーマンマーチ3 2019リリーブドエープリル8 2019ラッドスキースボルフガングピークマーク0デアンチテスラアダック2019年4月9日閲覧ありがとうございます